椅子繰り返しの大法人は、タイ国際モーターエキスポ2023で、同社の主力 SUV であるュエックス、ューエックスを実車展示しました。通常の仕様に加えてカスタマイズされたモデルなども、豊富に展示され、会場を賑わせました。ミュエックスは椅子繰り返しの三列シート SUV で、 現行型は2020年10月にタイでデビューした2代目です。同社は椅子繰り返しのピックアップトラック D-MAX のプラットフォームなどを元にしており、世界中で販売されていますが、日本では販売されていません。車体のサイズは全長 4850mm× 全幅 1870mm。 かける全高 1875mm で、ホイールベースは 2855mm です。日本で販売されている車種と比較すると、トヨタ、ランド、クルーザープラドに近い大型サイズを持っています。ミック x は力強いデザインで知られ、内装は上質な仕上げと3列シートが特徴です。エンジンには、 最高出力190馬力の3リッターディーゼルエンジンと最高出力150馬力の1.9リッターディーゼルエンジンの2種類が用意されトランスミッションは6速 AT で 2WD、4WD が選択できます先進運転支援機能 ADAS も充実しており衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報 アダプティブクルーズコントロールなどが備わっています。また、2023年1月にはタイでミュエックスの特別使用者、ファントンコレクション、ファントムコレクションが登場し、グロスブラックの20インチアルミホイールとブラックの内装色が特徴です。この特別仕様車の価格は、150万6千バーツ、約615万円。 から160 655万万バーツ約万円で通常モデルよりも12000万2千バーツ約5万円高い価格設定となっています。モーターエキスポ2023ではック x の他にも特別使用者ファントムコレクションを含む最新モデルやカスタマイズモデルが数多く展示され、 特にサスペンションやブレーキの強化、体型ホイールやオフロードタイヤの組み合わせ、自転車を搭載したルーフキャリアなどが注目を集めました。モーターエキスポ2023では、新型ピックアップトラック D-MAX を含む総計15台の車両が展示され、ユーザーの多様なライフスタイルに合わせた提案が行われました。